どうも、トランキーロサブローです。本日ですね、10月の30日をもちまして、マリーンズの2021年レギュラーシーズンの全日程が完了しました。ね、というわけで、まあ、長いようで長いシーズンでしたね、今シーズンは。はい。まあまあ、結果は2位ということで、クライマックスシリーズ。まずはね、そこに向かって、まずはイーグルス、そしてバファローズ。ね、しっかりと叩いて、日本シリーズに、もう気持ちを切り替えて、やっていきましょうというところですね。はい。というわけで、まあね、2021年、もうパリーグ全日程が終わったんですからね。ここで、個人タイトルの、が確定しましたので、今年は、マリーンズから3人ですね。個人タイトル獲得が生まれました。いや、結構、個人タイトルでこんなに名前出るの久しぶりじゃないですかね。なんかそんな気がするんですけど、ちゃんと調べてないですけど。しかもね、まず、じゃあまずね、ピッチャー、増田直也、最多セーブ王、38セーブ。おめでとうございます。マッスはね、もう今年2021年、レギュラーシーズン2位で終えたのは、マッスの38試合、ね、セーブ上げていただいたと、もう要は38個の試合、最後マッスが締めて勝ったということですので、いや、このマッス抜きには、うん、今シーズンは語れないんじゃないかなと、もう堂々たる、もうぶっちぎりのセーブ王でしたね。これはね、ね、マサヤンの球団記録を抜くセーブ数ということで、いやー、本当にね、もう素晴らしい。もう本当素晴らしいの一言ですよ。やっぱね、僕の中でこう、マリーンズのクローザーといったら小林正秀っていう名前がもうドンとありましたけども、やっぱりね、マリーンズって結構、まあ皆さんも多分感じてると思うんですけど、マリーンズって結構クローザーに恵まれてるんですよ。まあ、怪我があったりとかはしましたけど、で、マサヤンの後は、まあ、ヤブさんがやったりとか、その後、荻野忠弘がやったりとか、あとは、西野もやってましたね。あとは、内達也ね、内達也。うん。内とか、あと、マッスですね。いや、ほんとだからね、マリーンズのクローザーって、ほんと毎年毎年いいピッチャーばっかで、で、マッスなんかもう、デビューからずっと投げてるじゃないですか。怪我もなく。ね、で、今シーズンセーブ王ということで、いや、もうマリーンズの歴代に残る、名を残すクローザーになったんじゃないかなというふうに思います。もうマッス様々です。ありがとうございます。ね、そして、打者部門ですね。ね、もう皆さんお気づきですよね。まず、最多安打、荻野貴司、169本、おめでとうございます。いやね、あと1本打ってれば170本だったんですけど、なんかちょっと区切りがね、170に乗ると結構打ったなーって感じするんですけど、まああと1本ね、169本ということでね、にはなりましたけども、まあ、堂々たる、これもぶっちぎりの、最多安打ということで。いやーね、まずそれよりも何よりも、荻野貴司が143試合、全試合出場したんですよ。そりゃマリーンズ2位になりますよ。優勝争いしますよ。ああ。やっぱね、これはね、荻野の力はだいぶ大きかったんじゃないかなというふうに思いますね。でね、荻野貴司の最多安打が、これね、最年長最多安打なんですって。うん。36歳。ということでね。いやー、まあ言われてみればそうかっていう感じなんですけど、まあ、荻野貴司ってなんならもう、あれじゃないですか。年齢不詳なとこあるじゃないですか、正直。うん。なので、パリーグ最年長、最多安打らしいですね。これは、最多安打に関しては。はい。169本。で、まあ、やっぱ143試合出たら、やっぱそのぐらい打つんだなっていう感覚ですね。やっぱリードオフマンとしてね、頑張ってくれたのが、やっぱ一番大きかったのかなと。いうふうに思いますね。はい。そして、こちらもまたすごいことが起きましたよ。盗塁王、まさかの4人同時受賞、24盗塁で。ね、
マリーンズからは荻野隆、そして和田康士郎、そしてね、ライオンズの源田とファイターズの西川と4人で、同時受賞ですけれども、これもまたすごいらしく、このまず24個っていう時点で、あのパリーグで、歴代最小盗塁数盗塁王らしいんですよ。24盗塁っていうのが、これあそれね、20個台がそもそもなかったんですって。うん、まあ、それも珍しいんですけど、まああとプラス4人同時に盗塁王になったのもセパ両リーグ合わせて初のことで、なおかつ荻野隆は、最多安打はパリーグ史上最年長最多なんです、最多安打なんですけど、盗塁王に関してはプロ野球最年長盗塁王なんですって。まあまあまあ、言われてみればそうかって感じなんです。前もちょっと動画に話したかもしれないですけど、あの糸井がね、あの50盗塁ぐらいした、51個かな、盗塁王でなった時には35歳だったんですよらしいんです。で、荻野隆さんも誕生日を迎えているので、36歳で最年長盗塁王ということで、今日ね1個決めたのでね、盗塁王に並びまして、まあ、4人で分け合うという形になりましたけども、いや、これもまたね、すごいことですし、あとは、ね、スピードスター、和田康士郎。これがね、これもまたすごくて、和田康士郎は、史上最小打席数での盗塁王らしいんですよ。もう、こうしてもね、これ、ぶっちぎりです、これ。あの、今シーズン、和田康士郎、24打席しか立ってないんですけど、これまでの、史上最小打席数盗塁王、2リーグ制以降はね、1966年、阪急の山本光士という選手が158打席。これが、今までの歴代最小打席数盗塁王だったんですけども、それをはるかに上回る24打席。しかも、スタメン出場が2試合。これはね、多分もう、NPB 史上、これも破られない記録なんじゃないですかね、これ。まあ、ね、もちろん、まあ、レギュラーでね、本人も出ることを目標にはしてますけれども、まあね、今シーズンはやっぱりダイソーメインでということで、もう、ここぞという時のダイソーということでね、井口監督も信頼して、和田康士郎をね、使ってましたけれども、いや、そんな珍事が生まれるんだなっていうのも、やっぱそもそもすごいなっていうね、まあ、まさか、そうジャイアンツの鈴木いたじゃないですか。本当にスピードスターの。あの選手も確かダイソーメインで盗塁を取ったことあるんですけど、もうそれをはるかに上回る、ねえ、24打席ですよ、打席数。いやー、それもそれですごいなーと思ってね。いや、だから、かたや史上最年長盗塁王、かたや史上最小打席数盗塁王が同じチームから出るというね。いやー、やっぱね、盗塁ってロマンがありますよね。やっぱりね、こう、足でかき回すというね。しかもマリーンズはね、まだまだ岡もいますし、小川もいますし、走れる選手がいっぱいいるので、やっぱね、走るってやっぱいいですよね。それこそね、昔だったら、岡田とか、まあ西岡もね、結構若い時は走ってましたし、それこそ小坂とか、まあ、結構走る選手は多かったので、で、翔吾も30通り確かしたことあるんですよね。最近はちょっとまあ打順が3番とかクリーンアップになってるんで、あんまり走る機会ないですけど、いやね、だから、まあ、荻野隆で言うと、そのね、2010年デビューの年、46試合で25盗塁ですか。まあ、それよりも、今シーズン143試合、全試合出場して24盗塁っていうところではありますけれども、まあ、そもそも当時の数字がもうえげつなすぎたんだな。もう下回ってないですよ。もうえげつなすぎたんだなっていうのを改めて感じますよね。まあ、興奮してます、すごい。いやー、なんか、荻野隆史2冠ですからね、2冠。これね、外野のベストナインは相当悩むと思いますよ。ねえ、首位打者の吉田正尚、ホームラン王の杉本らを、そして柳田もいる、2冠の荻野隆史。これはね、
まあ、そうな。まあ、吉田正尚もね、最高出塁と首位打者で2冠ですし、あと島内が打点王なんですよ。イーグルスの。でね、レアードがあと1個、あと1打点、今日出れば打点王並んだんですけど、ちょっと1個足らなかったんですね。96打点でレアード95打点。まあ、そこちょっと悔しいですけど、まあまあまあ、しょうがないかなっていうところで、だから外野のベストナイン、しかもね、優勝してるバファローズから吉田正尚と杉本、いやーこれはちょっと荻野貴司チーム2位ですしね、入ってもで、ホークスが今年無冠なんですよ、野手も投手も。なのでこれはちょっとね、荻野貴司のベストナイン、まあイーグルス島内のね打点王もすごい素晴らしいですけど、まあマリンズがやっぱ2位なので、まあどれだけねこうチームに貢献した数字を残したか、チームを勝利に導いたかっていうところも、まあ考慮してほしいなという希望もあるので、ちょっとこれはどうだろうなっていうところですね。これで無冠のギータが選ばれたらちょっと僕納得いかないですね、正直。まあ素晴らしい数字ですけど、ギータも二冠ですからね、荻野貴司。二冠。いやー、これは、しかも、だとそうですからね。なんで言うなんかわかんないけど。最多安打と、盗塁王ですよ。これは選ばれてもいいでしょ。うん、というわけでね。まあ、ちょっとベストナインとかね、もうちょっと、まあ予想じゃないですけど、どうだろうなっていうのを上げようとは思ってるので、荻野貴司とね、まあ、まっすーはね、やっぱクローザーなので、で、ピッチャーはもう、山本由伸がいるんで、もうちょっとそれにはかなわないです、正直。でも MVP もそうですし、ベストナインも多分そうでしょう。そこはしょうがないです。なんでね、ちょっとそのあたりもちょっと、まあ、予想じゃないですけど、また動画上げようかなと思ってるので、うん。というわけでね、マスター選手、荻野選手、和田選手、レアード惜しかった。というわけでね、こちらのホームラン王もね、まあマーティンがいいとこまで行ってたんですけどね、途中まで。やっぱちょっと途中の一時帰国と怪我がね、なければホームラン王争いできた。またマリンズね、落ち合い以来のホームラン王、ね、マリンズっていうかロッテか、もう見たかったですけど、まあ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 しょうがないね。まあラオウが今年打ちすぎましたよ、てか打たれすぎましたよマリンズがね。というわけで、個人タイトル、なんか今年は4人も出て、4人じゃない、3人出てね、すごい、いい年だったんじゃないかなと。荻野貴司全試合出場。しかも、翔吾もね、4年連続全試合出場ですか、確か。うん。やっぱ、キャプテンとしてね、素晴らしい活躍をしてくれましたと。ということで、まあね、全日程終わって、チームも2位ということで、2年連続2位。これもかなり、僕が応援し始めてから2000、もうそれこそ2000年、90年代後半から数えても2年連続2位なんてなかったですからね。やっぱ井口監督素晴らしいなというふうに思いますね。はい。というわけで、今日は、個人タイトルについてお話ししました。本当に素晴らしい成績を残していただきました。ね。あとはクライマックスシリーズ、みんなでチャンピオンフラッグ、チャンピオンフラッグっていうのかあれ、クライマックスシリーズ勝ち抜きましょう。そして日本一になりましょう。また動画あげます。というわけで以上、トランキロトムロでした。ありがとうございました。